こんにちは。今日の講義は書籍モンスター株の売買戦術、大化け銘柄をどこで買い、増し増し、手締まうのかです。皆さん、本日はこの興味深い投資戦略書について詳しくお話ししていきたいと思います。この本は株式市場における特別な存在、いわゆるモンスター株に焦点を当てています。モンスター株とは何か、まずそこから説明しましょう。一般的にモンスター株とは短期間で株価が大幅に上昇する銘柄のことを指します。具体的には1年以内に株価が最低でも2倍になるような銘柄です。これは単なる理論上の概念ではなく、実際の市場で観察される現象なのです。さて、この本が特に注目しているのは2020年から2021年にかけての株式市場の動向です。ご存知の通り、この期間は新型コロナウイルスの世界的流行により経済全体が大きな影響を受けました。株式市場も例外ではありませんでした。まず2020年初頭には世界中の株式市場が急落しました。パンデミックの影響で経済活動が停滞し、多くの投資家がリスク回避の姿勢を強めたためです。しかし、その後の展開が非常に興味深いものでした。市場は予想以上に早く回復し、さらには多くの銘柄が急騰を見せたのです。この本は、そうした激動の時期に現れたモンスター株を詳細に分析しています。著者は、これらの銘柄に共通する特徴や、その値動きのパターンを丹念に調査しています。そして、そこから導き出される投資戦略を読者に提示しているのです。本書の特筆すべき点は、単に過去の事例を紹介するだけでなく、それらの事例から将来の投資に生かせる教訓を引き出していることです。著者は、モンスター株の特徴やパターンは、市場のサイクルごとに繰り返し現れると主張しています。つまり、過去のモンスター株を研究することで、将来のモンスター株を見つけ出す確率を高められるというわけです。では、本書が提示する具体的な戦略について、もう少し詳しく見ていきましょう。まず、モンスター株を見つけ出す方法です。著者は、株価のプライスアクション、価格の動きや出来高の変化、移動平均線の動きなどに注目することを提案しています。例えば、急激な株価上昇と同時に出来高が大幅に増加するというパターンがよく見られます。これは、その銘柄に対する投資家の関心が急速に高まっていることを示唆します。また、株価が主要な移動平均線を上回る動きも、上昇トレンドの始まりを示す重要なシグナルとされています。興味深いのは、著者がこれらの指標を単純な数値と表現していることです。つまり、高度な金融知識がなくても、これらの指標を理解し活用することは可能だということです。この点は、投資初心者にとっても励みになるでしょう。次に、モンスター株を見つけた後の対応についても、本書は詳細な指針を提供しています。例えば、どのタイミングで株を買い増すべきか、いつ売却すべきかといった点です。著者は、上昇トレンドの中でも、一時的な調整、株価の下落が起こることを指摘しています。これは、短期的な利益確定の売りが入るためです。しかし、真のモンスター株は、こうした調整を乗り越えてさらなる上昇を続けるといいます。そのため、著者は、増し玉、ポジションの追加のタイミングについても言及しています。例えば、一時的な調整後に再び上昇トレンドに乗った時点や、重要な移動平均線付近でサポートを受けている時点などが、増し玉の好機とされています。一方で、売却、手締まいのタイミングについても、著者は慎重な判断を求めています。モンスター株の上昇は、想像以上に長く続くことがあるからです。そのため、単に利益が出たからといって早急に売却するのではなく、株価の上昇トレンドが明確に終了したと判断できるまで保有し続けることを提案しています。ここで注目すべきは、著者が警告サインの重要性を強調していることです。例えば、株価の上昇ペースが鈍化したり、出来高が減少したりする兆候が見られた場合、それは上昇トレンドの終わりを示唆している可能性があります。こうした警告サインを見逃さないことが、大きな利益を確保する鍵になるというわけです。さらに、本書はモンスター株投資の心理的側面にも触れています。急騰する銘柄に投資する際、多くの投資家は強い感情的反応を示します。例えば、
もっと早く買っておけばよかったという後悔や、これ以上上がるはずがないという不安などです。著者はこうした感情に振り回されることなく、冷静に市場を分析し続けることの重要性を説いています。感情的な判断は往々にして誤った投資決定につながるため、常に客観的なデータと指標に基づいて判断を下すべきだと主張しています。また本書は個別の銘柄分析だけでなく、市場全体の動向を把握することの重要性も強調しています。というのも、個別銘柄の動きは往々にして市場全体のトレンドに影響を受けるからです。例えば2020年から2021年にかけての株式市場の急回復は、各国政府や中央銀行による大規模な経済支援策に支えられていました。こうした外部要因を理解することで、個別銘柄の動きをより正確に予測できるというわけです。本書の興味深い点は、こうした投資戦略が単に2020年から2021年の特殊な状況下でのみ有効だったのではなく、過去の市場サイクルでも同様のパターンが見られたと主張していることです。著者は市場の歴史を振り返り、似たような状況下で急騰したモンスター株の事例を多数紹介しています。これは非常に重要な指摘です。なぜならこの主張が正しければ、本書で紹介されている戦略は将来の市場サイクルでも有効である可能性が高いからです。つまりこの本は単なる過去の分析ではなく、将来の投資にも活用できる実践的なガイドとなりうるのです。ここで本書の構成についても触れておきましょう。本書は理論的な解説だけでなく、実際のチャートを用いた具体的な事例分析も豊富に含んでいます。これにより読者は抽象的な概念を実際の市場動向と結びつけて理解することができます。例えばある章では特定のモンスター株のチャートを時系列で追いながら、そのプライスアクションや出来高の変化、各種指標の動きを詳細に解説しています。そしてそれぞれの時点でどのような投資判断を下すべきだったかを具体的に示しているのです。このような実践的なアプローチは、読者が理論を実際の投資に応用する際の大きな助けとなるでしょう。単にこうすべきと言われるよりも、具体的な事例を通じて学ぶことでより深い理解が得られるからです。また本書は単にモンスター株を見つけ出す方法だけでなく、リスク管理の重要性も強調しています。モンスター株投資は大きな利益をもたらす可能性がある一方で、リスクも高いものです。そのため著者は適切なポジションサイズの管理や損切りラインの設定など、リスク管理の具体的な方法についても詳しく解説しています。さらに本書は個人投資家と機関投資家の違いにも言及しています。モンスター株の多くは最初は個人投資家によって発見され、その後機関投資家が参入することで大きく上昇するというパターンが多いのです。著者は個人投資家がこの動きを先取りすることの重要性を説いています。つまり機関投資家が本格的に参入する前の早い段階でモンスター株を発見し、ポジションを構築することが大きな利益を得る鍵になるというわけです。ここで注目すべきは、著者が機関投資家の行動を予測するという視点を提供していることです。例えばある銘柄の財務状況や成長性が著しく改善し、機関投資家の投資基準を満たすようになった場合、その銘柄は近い将来大きく上昇する可能性が高いと指摘しています。このような視点は単に技術的分析だけでなく、基本的分析ファンダメンタル分析の重要性も示唆しています。つまり企業の財務状況や事業モデル、市場環境なども総合的に分析する必要があるということです。本書はまたモンスター株投資におけるタイミングの重要性も強調しています。市場全体のトレンドやセクター別の動向、さらには個別銘柄の状況など、さまざまな要因が絡み合って最適な買いのタイミングが生まれるというのです。著者はこの最適なタイミングを見極めるためには、常に市場を注視し、さまざまな情報を総合的に分析し続ける必要があると主張しています。これはモンスター株投資が決して楽して儲かるような簡単なものではなく、継続的な努力と学習が必要であることを示唆しています。さらに本書は投資家としての心構えについても言及しています。モンスター株投資では時に急激な価格変動に直面することがあります。
そのような状況下でも冷静さを保ち、感情的な判断を避けることの重要性を説いているのです。例えばある銘柄が急騰した後に大きく下落したとしても、それが一時的な調整なのか、それとも本格的な下降トレンドの始まりなのかを冷静に判断する必要があります。こうした判断を適切に行うためには、事前に明確な投資計画を立て、それに忠実に従うことが重要だと著者は指摘しています。本書の後半ではモンスター株投資の実践的なケーススタディが紹介されています。これらのケーススタディでは、実際の銘柄を例にとり、その株価の動きや各種指標の推移、そして重要なニュースや出来事などが時系列で詳細に解説されています。これらのケーススタディを通じて、読者は理論を実践に結びつける方法を学ぶことができます。例えばある銘柄が急騰を始めた初期段階でどのような兆候が見られたか、その後の上昇過程でどのようなパターンが繰り返されたか、そして最終的にどのような要因で上昇トレンドが終了したかなどが具体的に示されているのです。また、本書はモンスター株投資における失敗例についても率直に言及しています。すべての投資が成功するわけではありません。むしろ、失敗から学ぶことも多いのです。著者は、自身の経験も含めて、典型的な失敗パターンとその教訓を詳細に解説しています。例えば、上昇トレンドの終了を示す警告サインを見逃してしまい、大きな含み益を失ってしまったケースや、逆に警告サインを過度に恐れるあまり、早すぎる売却によって潜在的な利益を逃してしまったケースなどが紹介されています。これらの失敗例を学ぶことで、読者は同じ過ちを繰り返すリスクを減らすことができるでしょう。また、投資における心理的な側面の重要性も再認識できるはずです。本書の最終章では、今後の市場展望についても触れられています。著者は、技術革新やグローバル化の進展、さらには気候変動対策など、様々な要因が今後の株式市場に大きな影響を与える可能性があると指摘しています。さて、モンスター株の特徴を理解することは、投資戦略を立てる上で非常に重要です。著者が指摘しているように、これらの株式は単に急騰するだけでなく、特定のパターンを示す傾向があります。例えば多くのモンスター株は急激な上昇の後に一時的な調整期間を経験します。これは短期的な利益確定売りが入るためです。しかし真のモンスター株はこの調整を乗り越えてさらなる上昇を続けます。この現象は株式市場におけるプルバックとして知られています。プルバックは上昇トレンドの中での一時的な下落を指し、多くの場合、新たな買い手が市場に参入する機会を提供します。著者は、このプルバックの期間を、ポジションを増やす絶好の機会として捉えています。これは、マシタマと呼ばれる戦略です。マシタマは、既存のポジションに追加で投資することを意味します。この戦略は、投資家が自信を持っている銘柄に対してより大きな利益を得る機会を提供しますが、同時にリスクも増大させるため、慎重に行う必要があります。著者はマシタマのタイミングについて具体的なガイドラインを提供しています。例えば株価が重要な移動平均線、特に50日移動平均線や200日移動平均線付近でサポートを受けている時がマシタマの好機とされています。移動平均線は一定期間の平均株価を示す指標で、多くの投資家やトレーダーが重要視しています。これらの線はしばしば心理的なサポートやレジスタンスのレベルとして機能し、株価の動きに大きな影響を与えます。また本書では出来高の重要性についても詳しく解説されています。出来高は特定の期間内に取引された株式の数を指します。著者によると、モンスター株の多くは株価の上昇と同時に出来高も大幅に増加する傾向があります。これはその銘柄に対する投資家の関心が急速に高まっていることを示唆します。出来高の増加はしばしば機関投資家の参入を示す重要なシグナルとなります。機関投資家は個人投資家に比べて大量の株式を取引するため、彼らの参入は株価と出来高の両方に大きな影響を与えます。著者はこの機関投資家の動きを先取りすることの重要性を強調しています。さらに本書ではベースの形成という概念についても詳しく説明されています。ベースとは
株価が一定の範囲内で横ばいに推移する期間を指します。多くのモンスター株は大きな上昇の前にこのベースを形成する傾向があります。著者はこのベース形成期間を将来のモンスター株を見つけ出す重要な手がかりとして位置づけています。ベースの形成は株式市場における重要な現象の一つです。これは株価が一定の範囲内で上下動を繰り返しながら次の大きな動きに向けてエネルギーを蓄積している状態を表します。ベース形成期間中、売り手と買い手の力が均衡状態にあり、どちらも優位に立てない状況が続きます。しかしやがてどちらかの力が優位に立ち、株価が大きく動き出します。著者はこのベース形成期間中の株価の動きや出来高の変化を注意深く観察することの重要性を説いています。例えばベースの上限に近づくたびに出来高が増加し、下限に近づくと出来高が減少するパターンは将来の上昇の可能性を示唆する重要なシグナルとされています。また本書ではチャートパターンの重要性についても詳しく解説されています。特にカップウィズハンドルと呼ばれるパターンに注目しています。このパターンは株価チャートがカップの形状を描き、その後右側に小さなハンドル、取っ手のような下落を形成するものです。カップウィズハンドルパターンはウィリアム・オニールが提唱した概念で、多くの成功した株式投資家に重視されています。このパターンは株価が長期的な上昇トレンドに入る前によく観察されます。カップの部分は株価が下落した後徐々に回復して元の水準に戻る過程を表しています。ハンドルの部分は最後の調整局面を表しており、ここから株価が大きく上昇することが多いとされています。著者はこのパターンを見つけ出し、適切なタイミングで投資することの重要性を強調しています。特にハンドル部分からの上昇、ブレイクアウト値に高い出来高を伴う場合、それは強力な買いシグナルとなる可能性が高いと指摘しています。本書ではこうしたテクニカル分析だけでなく、ファンダメンタル分析の重要性も強調されています。著者は真のモンスター株は単に株価が上昇するだけでなく、企業の基本的な成長性も優れていると主張しています。ファンダメンタル分析とは、企業の財務諸表、経営陣の質、市場シェア、競争環境などを分析し、企業の本質的な価値を評価する手法です。著者は売上高や利益の成長率、利益率の改善、新製品の開発状況などに注目することを推奨しています。特に著者はアクセラレーションという概念を重視しています。これは企業の成長率が加速している状態を指します。例えば四半期ごとの売上高成長率が 20%、25%、30% と徐々に上昇していくような場合です。このような加速的な成長はしばしば株価の大幅な上昇につながります。また本書では業界のリーダー企業に注目することの重要性も指摘されています。多くの場合、業界内で最も強い企業がモンスター株になる可能性が高いとされています。これは強者がより強くなるというマタイ効果とも呼ばれる現象と関連しています。マタイ効果は社会学者ロバート・マートンが提唱した概念で、持てるものはより多くを持つようになり、持たざるものは持っているものまで奪われるという聖書の一節に由来しています。株式市場においては、すでに成功している企業がさらに成功を重ね、市場シェアを拡大していく傾向を指します。著者はこうした業界リーダー企業を見極めるためのチェックリストも提供しています。例えば市場シェア、利益率、研究開発への投資、ブランド力などが挙げられています。これらの要素を総合的に評価することで、将来のモンスター株候補を絞り込むことができるとしています。本書ではモンスター株投資におけるリスク管理の重要性も強調されています。著者は大きな利益を得る可能性がある一方で、適切なリスク管理を行わなければ大きな損失を被る可能性もあると警告しています。リスク管理の一つの方法として、著者は損切りの重要性を説いています。損切りとは、投資が期待通りに進まない場合に一定の損失で売却することを指します。著者は投資時点から株価が 8% から 12% 下落した時点で損切りすることを推奨しています。この 8% から 12% という数字は、
著者の長年の経験と研究から導き出されたものです。この範囲内で損切りすることで大きな損失を避けつつ、株価が反転した場合にも早めに再投資できる可能性を残すことができます。また本書ではポジションサイズの管理についても詳しく解説されています。ポジションサイズとは一つの銘柄に投資する金額の割合を指します。著者は一つの銘柄に投資総額の 20% 以上を投資しないことを推奨しています。これは一つの銘柄に過度に依存することのリスクを軽減するためです。さらに著者はピラミッティングという手法についても言及しています。ピラミッティングとは株価が上昇するにつれて徐々にポジションを増やしていく手法です。この方法を使うことで上昇トレンドの恩恵を最大限に受けることができますが、同時にリスクも増大するため慎重に行う必要があります。本書ではモンスター株投資における心理的側面についても深く掘り下げています。著者は成功する投資家は単に優れた分析能力を持っているだけでなく、強い精神力も必要だと主張しています。例えば多くの投資家は利益が出始めると早々に売却してしまう傾向があります。これは早すぎる利益確定と呼ばれる行動バイアスの一つです。しかし著者はモンスター株の場合、想像以上に長期間にわたって上昇を続けることがあるため、こうした早すぎる売却は大きな機会損失につながる可能性があると警告しています。一方で損失が出ている銘柄を長く保有し続けてしまう損切り抵抗というバイアスも存在します。これは損失を認めたくないという心理が働くためです。著者はこうした感情に振り回されることなく冷静に判断を下すことの重要性を強調しています。本書ではこうした心理的バイアスを克服するための具体的な方法も提示されています。例えば事前に明確な投資計画を立て、それに忠実に従うことが推奨されています。また日々の市場の動きに一喜一憂せず長期的な視点を持つことの重要性も説かれています。さらに著者はコントラリアン、逆張りの考え方についても言及しています。これは多くの人々が恐れている時に貪欲になり、多くの人々が貪欲になっている時に恐れるという投資哲学です。この考え方は有名な投資家ウォーレン・バフェットの他人が欲張っている時に恐れ、他人が恐れている時に欲張れという格言とも通じるものです。著者はこの考え方がモンスター株投資にも適用できると主張しています。例えば市場全体が悲観的なムードに包まれている時こそ将来のモンスター株を見つけ出すチャンスかもしれません。逆に誰もが特定の銘柄に熱狂している時は慎重になる必要があるかもしれません。本書の後半では実際のケーススタディが多数紹介されています。これらのケーススタディはモンスター株の特徴や投資戦略を具体的に理解する上で非常に有用です。著者は過去のモンスター株の株価チャートを詳細に分析し、どの時点でどのような判断を下すべきだったかを解説しています。例えばある技術企業のケーススタディでは新製品の発表後に株価が急騰し、その後一時的な調整を経て再び上昇するパターンが示されています。著者はこの調整期間中に出来高が減少し、その後の上昇局面で再び増加したことに注目しています。これは機関投資家が調整局面で徐々に株式を買い集め、その後の上昇を牽引したことを示唆しているというわけです。また別のケーススタディでは業績の急激な改善がモンスター株の誕生につながった例が紹介されています。この企業は新しい経営陣の下で事業再構築を行い、それまで低迷していた利益率を大幅に改善させました。著者はこうした根本的な変化が株価の大幅な上昇につながったと分析しています。これらのケーススタディを通じて著者は単に過去の成功例を紹介するだけでなく、そこから将来の投資に生かせる教訓を引き出すことの重要性を強調しています。過去のパターンが常に繰り返されるわけではありませんが、類似した状況下では似たような動きが見られる可能性が高いというわけです。本書の内容をさらに掘り下げると投資家心理の重要性が浮かび上がってきます。市場参加者の感情が株価に与える影響はしばしば予想以上に大きいものです。これは行動ファイナンスという分野で研究されている現象で、
人間の非合理的な行動が市場にどのような影響を与えるかを分析しています。例えばアンカリングという心理的バイアスがあります。これは人間が最初に得た情報や数字に過度に影響されてしまう傾向のことです。株式市場では投資家が過去の株価にとらわれすぎて企業の実際の価値を見誤ってしまうことがあります。急成長している企業の場合、過去の株価にとらわれすぎるとその成長性を過小評価してしまう可能性があるのです。また確証バイアスも投資判断に大きな影響を与えます。これは自分の既存の信念や仮説に合致する情報ばかりを重視し、それに反する情報を軽視または無視してしまう傾向のことです。投資家がある銘柄に強気の見方を持っている場合、その銘柄に関するネガティブな情報を無視してしまい、結果として損失を被る可能性があります。著者はこうした心理的バイアスを克服するための具体的な方法も提示しています。例えば投資判断を行う際には自分の見方に反する情報も積極的に探し、それを客観的に評価することを推奨しています。また投資の意思決定プロセスを文書化し、後で振り返ることができるようにすることも有効だとしています。さらに本書では群衆心理の影響についても言及されています。株式市場では他の投資家の行動に影響されて自分の判断を見失ってしまうことがあります。これは羊群行動とも呼ばれ、市場の過熱や暴落の原因となることがあります。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの生活は身体と心の健康によって支えられているからです。どれだけ知識を積み重ねても健康でなければその知識を生かすことができません。特に現代社会では忙しい生活の中で自分自身の健康や美容をおろそかにしがちですが、これこそが私たちが日々の生活をより充実させ長く幸せに生きるために最も重要な要素の一つなのです。そこで今回はダイエットだけでなく健康管理にも特化した重要なサービスであるライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。ライザップはその名の通り結果にコミットすることを強調していますが、これは単に一時的な体重減少を目指すものではありません。ライザップのプログラムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを中心に構成されており、あなたの目標に合わせたカスタマイズプランが提供されます。このマンツーマントレーニングの最大の魅力は過去にダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられる点です。トレーナーがあなたの目標、ライフスタイル、そして個々の体質に合ったトレーニングプランを作成し効果的にサポートしてくれるので結果が出やすい環境が整っています。またライザップは単に運動だけに頼るのではなく、食生活やメンタルのマネージメントも含めた総合的なアプローチを採用しています。無理な食事制限はせず、健康的に食べながら痩せることができるようにトレーナーが食事のアドバイスを提供します。このアプローチによってリバウンドしにくい体づくりが可能となり、長期的な健康を維持することができます。さらにライザップの大きな特徴の一つとして30日間無条件全額返金保証があります。これは顧客満足度に対する自信の表れであり、もしも結果に満足できなかった場合には全額が返金されるため、リスクを最小限に抑えながらプログラムに参加することができます。この保証は多くの人々にとって安心して始められる要因となっており、ライザップが信頼される理由の一つです。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回の無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとって続けやすいトレーニングプランが提供されている点も大きな魅力です。短時間で効果的なトレーニングを行うことで時間を有効活用しながら確実に成果を上げることができます。そしてライザップでは無料カウンセリングも行っています。プログラムに参加する前に自分に合ったプランを確認できるため、不安を解消してからスタートすることができます。またトレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、他人の目を気にせず集中して取り組むことができます。これによりよりリラックスした環境でトレーニングに励むことができるのです。テレビ CM でも結果にコミットするというキャッチフレーズで話題になっているライザップですが、この言葉には単に体重を減らすだけではなく
健康的で持続可能なライフスタイルを手に入れることを約束するという意味が込められています。専属トレーナーが作り出すあなた専用のプログラムは、あなたの生活を豊かにし、理想の体を手に入れるための最適なサポートとなるでしょう。このようにライザップはダイエットだけでなく健康管理にも特化したプログラムを提供しており、健康的に痩せ理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を維持し続けるための知識や習慣を身につけることができます。これまでに様々な方法で結果が出なかった人でも、ライザップなら安心して挑戦できるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。